パッ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 なんとなく過ぎる日々流れる空虚な時間ちょっと一息もため息に変わってく信じてたことに終わりが来たとしても自分だけはごまかさずに前を見て時が経てばどんな苦い思い出も体突き刺すような痛い経験もコーヒーのようにいつかきっと飲み込める日が来るさ。皆様こんにちは。6月28日火曜日、毎週火曜日お昼からはスティーラタステーションでお楽しみください。ご案内は私大宜味翔子とアシスタントの金城忍です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。もう6月のラストのですね。シティライトですね。早いね。早いですね。もう7月ですね。あっという間ですね。どうする？ 7 月だよ。その次は8月だよ。もう夏ね。はい。まあ今日もね、もうちょっともうこれからどんどん暑くなるんじゃないかなと思うんですけどね。思いますね。もう今日はね、ちょっとね、まあサテライトじゃなくてね、はい、なんですけどね、まあ先週もいろいろ皆さん、まあいろんなことがあったのかなと思うんですけどね。しのぶさんはもうこれからまあどんどんね、また夏に向けていくんですけど、夏は好きですか？はい、ね、夏は好きで、私本当夏女というか、うん、冬が嫌いで。あ、そうなんだ。そう、夏大好きなんですよ。私あんまりクーラーが、でもただ夏クーラーが、はい、効きすぎて嫌っていうところありますね。クーラーが、でもないとダメ。ないとダメだけど効きすぎて寒いっていう。それもダメなんですけど、でも私でもやっぱ夏が好きで、やっぱ太陽の日差しっていうのはやっぱり大好きで、あと雲が好きなんですよね。あ、鍾乳洞が好きで、あ、鍾乳洞です、この鍾乳洞じゃないね。ちょっと待ってよ。入道雲ですね。ちょっと待ってよ、鍾乳洞、入道雲、あもわもわってしてるこの入道雲が、うん、なんかいいじゃないですかね。暑いから大丈夫な、頭の言葉も出てこなくなってる。いや、まあね、先週もさ、はい、もういろんなことをなんかね、いっぱいね、なんかたくさん学びを受けましたけど、そうですね、先週もね、はい、先週はなんか普天間さんね来ていただいてどうでした？そうですね、やっぱりなんか、あ、まあ、頭の中を、まあ、整理というか、まあ、私が鼻水ダラダラしてたんですけれど、まあそれも出さないとダメよとかね、はい、そういった、ことも言われながら、はい、なんかまあいろいろやっぱ聞いてて、あーって思うところたくさんありますね、やっぱり ね実はね、うん、多分ユースト見てらっしゃる方もそうなんですけど、はい、ちょっとね、うん、1時間で足りないなと思って大宜味翔子、はい、頼み込んで、はい、今日も、はい、来ていただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今日ね、ゲスト紹介したいんですけど、はい、自己紹介なんですけど、まずですね、はい、私の左の方にですね、はい、もうこれ世界中の方知っている人は知ってる知らない人は知らない。自己紹介お願いします。あ、はい、はじめまして。はじめまして。あ、入ってる、はい、入ってます、入ってます。はじめまして。はじめまして。ベッチョチョっていう風に周りには呼ばれている平安信彦です。何さんですかね。何って今ベッチョチョっていう、ベッチョチョ、はい、そうそう、まあこれはツイッターネームなんですけど、はい、まあユーストリームね、今、はい、こう配信もしてるんですけど、はい、ユーストリーム見てる方はパソコンとか、はい、横にタイムラインってあるの分かります？はいはいはい、
あれツイッターでコメント書きしていくんですけどね、はい、でそのツイッターネームです、ペッチョチョっていうのは、ペッチョチョさん、はい、ペッチョチョで、よくペッチョチョでラジオもやってたり、はい、他局でね、はい、やってたり、もう、まあ、まさにそのツイッター、ごめんなさい、ユーストリーム番組も何チャンネルか自分でやってて、はい、すごい、配信してたりします、配信してて、はい、全部ペッチョチョでやってますペッチョチョ、ペッチョチョ、はい、これからまた出てくるね、はい、カリスマのペッチョチョ、ペッチョチョ明かされる本名本名ペッチョチョさん、はい、え、本名がペッチョ平安です、ペッチョです、はいはい、そして、はい、そして先週に引き続き、うん、はい、引き続き普天間直弘です。普天間さん、よろしくお願いします。すいませんね、もうそのままね、ね、先週から引き続きいてくださいってことで、先週面白かった最高でしたでしょ、ね、うん、なんかなんかもっと聞きたいっていう、もっと聞きたいなと思ってってことで、うん、私の第六感が働いてまたいてもらいましたまあ本当にね、2週続いてですけど、よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ先週もね、はい、たくさん話したんですけどね、うん、今日もなんかいろいろフリートークで、いつもフリートークなんだけどいつもですねあれですか、平野さんは普段は、普段ペチョチョさん、どういうふうに呼んだらいいんですか。あ、どっちでもいいけど平野さんとしましては、はいはい、何をしてる、職場は、はい、ここ北谷町にあって税理事務所に勤務してます。んで、はい、やってることは、ちょっと、まあ、税理士事務所、まあ、税務に関する法律、まあ、法律系ですよね、はい、の仕事はしています、はい、まあ、で一方ではラジオもやったり、はい、ユーストチャンネル配信したりとか、はい、なんかよくわからんことやってる聞くところによると、昔なんかちょっと、なんか昔ちょっと CM とか、あ、なんか、そうそうそう、幼い頃はね、ね、まあ今なくなっちゃったけど、はい、三越の中にあるレストランの CM をなんかやってたりした。懐かしい、三越の、懐かしいね。そうなんですね、で本人は当時の本人は分かってないですよ、はいはい、で本当にちっちゃい頃ですか。ちっちゃい頃、でテレビを見てたら自分が出てるので、びっくりしたんだけどおっと困って。そうなんですね、 CM とか とかね、まあ、てて素敵なね、人なんで。もっと言って素敵な人なんで。ありがとうどんな、でもユーストの番組はどんな感じの。あ、いろいろ数々やっているんですけども、はい、何個かな。真面目どころで言うと真面目どころで言うと、はい、まあ、税理士事務所、ね、お仕事やってて、その延長線で、はい、要は起業家さん向けに、まあ、会計扱うので、そういうところのお勉強しましょうっていうところのユーストリームを使って配信してたりもやって、今お休みしてるけどねまあそういうこともあれば、はい、今最近やったのは、まあ、普天間さんもご存知だと思うんですけど、近所を保つというたもっちね、たもっちゃんと、はい、あとはミカヨフィエル、はいはい、ちょっと発音しにくいんだけど、はい、ミカさんね、ミカさんね、はいはいはい、タモッちゃん、タモッちゃんと、ね、そうそうそう、ミカさんと、で、うん、僕とで、うん、3名で琉球スピリチュアルっていう番組をやってて、まあ、不定期、うん、3、4ヶ月に1回ぐらいのペースでやってて、でちょっと不思議なお話を真面目にやってみようっていうことですね。あ、この2人 何者かっていうことを言わんときにね、タモッちゃんは、カミンチュウさん、まあ、うん、ですね、カミンチュウさんだね、カミンチュウさんね、ユッタさんって言った方が分かりやすいのかな、一般的な、と、ミカさんはレムリアンヒーラー、ヒーリング、系ヒーラーさんですね。で、僕はまた間に立って技術的なこともやりながら、あれなんですよね、この2人はちょっと独特な世界観があって、で、まあ、いわゆる不思議なお話をしていくんですよね、で、話を進めていくと、本人の中では分かっている話なんだけど、一般人からすると、何の話してるか分からなくなる。例えば、例えば、いきなり何万年前はねというような話を突然持ってきたりちょっと待ってよと
今西暦2000年ぐらいだから、うん、せいぜい2000年2500年ぐらいまでは普通の人はカウントできるけど、うん、何万年って言われてもちょっとイメージつかないんだけど、うん、とかいう話をちょっと整理してみたり、うん、っていう役割、そういう役割で番組進めたりとか、うんうんうん、普通にアトランティスの話とか、そう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 、ムー大陸の話とかしてくるからで、それだけだったらいいけど惑星の話に、うん、そう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 、はい、これは多分通訳いないと、なるほど、そういうことなんですね、ちょっと無理ですね、普通にあの時こうあってって話してるけど、誰と話して何の話かっていうと宇宙人の話だったりね、うん、あの突然っていうか普通に本人たちは違和感なくやってるつもりなんだけど、うん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 、一般的に見ると何の話かわからないからちょっと待ってよ、いや通訳が必要なんだ、その通訳のお仕事、通訳が通訳のお仕事で、そういう役割でね、役割でね、うん、会話の中で普通にほら3300年ぐらい前にあのヨーロッパのあそこでさとか、そうそうそう、普通にこういう話をする人たちなんです、そうそうそう、でお互い話は分かってるわけ、うん、いや俺分からんちゅうに通訳なのに分からない、分からない、分からないから、うん、どういうこととか言って、そう、まあそういう話をね、うん、まあ公で皆さん見てるから、うん、ちょっと引き戻しながら何もしなかったらお互い暴走するからさちょっと違うところに行ってしまうんで、違うところに行くから、あの間違いなくあの羽の生えてる二人なんで話にもどんどん羽が生えてきます、ね、あ、そういうことなんだ、まあ、そういった方はね、まあまあ、沖縄にたくさんいらっしゃいますね、まあまあ、はい、一方ではそういう不思議なお話も、はい、まあ、手掛けながら番組やったりと、はい、まあ、他にもいろいろなチャンネルあったりするんですけどね、うん、公設市場でただただ 4,5 時間話してるだけとかね、ユンタクしてるだけとかユンタクの謎、うん、みたいな、ある集まりの中で、はい、はい、隣に座って酒飲んだ、あ、そうそうそう、お二人、うん、一回そうそうそう、はい、だから不思議な話って言ったら、あの二人に比べたらまだ不思議な話まあ沖縄はね、普天さん普通に不思議な人いっぱいいるじゃないですか、普通にっていうか、うん、まあ、うん、普通不思議っていうよりは県内にいると、まあ、特に不思議でもないんだけど、うん、例えば県外の方とか一般的なことをするとちょっと普通じゃない世界の部分っていうのが結構沖縄ってよく多いって言いますよね、その、はいはいはい、まあ、ユタの方もそうですし、うん、よく上市といろいろあるんですけど、はい、これは例えばですよ、普天間さんなりに他の県にないってもの、沖縄は例えばよくこういった不思議な人がいるよねとか言いますね、これを振られるとすごいストーリーが長くなるんでちょっと切らないといけないんですけど、うん、はい、まあこの土地の特徴っていうか、はい、ここが持ってる、まあ、お役目って言ったら変な言い方ですけど、うんうん、ここじゃないとできないことっていうのがあるから、ここで生まれ育つ人にはそれなりのものがちゃんと準備されてるだけであって、だから例えば沖縄だったらクラスに幽霊いんじゃって 2,3 名いるよねって話だけど、向こう行くと学年に1人とか、そうそうそう、ね、もうマイノリティの世界なんですけど、沖縄ではこのマイノリティがあまりマイノリティじゃないのよね、そう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 、レギュラーに近いぐらいで、お前の左腕の下から見たら見えるかとかそうなの、だからなんだろう、例えば、はい、例えばですよ、もう一つ、うん、ペチペチョ怪談というはい、違う怪談番組あるんですけど、うん、これはユーストリームね、うん、で本土の方もいっぱい見てくれてて、うん、反響があるんですよ、はい、で、まあ、沖縄の文化習慣をまあ伝えているだけなんですけど、はい、本土の内地の方から見ると、はい、なんで、うん、お墓に、うん、お弁当を持ってピクニックに行くのと、うん、何のことかなとか、市民のことだったりね、お墓はお墓といえばなんかおどろおどろしいようなもの、はい、という捉え方があるんだけど、うん、沖縄ではもうとても身近な話、そんなに怖い、はい、気持ち悪い、まあどういう気持ち悪いところもあるけど、うん、そういうイメージじゃないんだよね、うん、だからこっちから向こう見ると、うん、なんやかんや墓参りしょっちゅう行きますよね、内地の方はね、なんか思い立ったらそうそう、そうですね、ね、だからそれからしたら、逆にこっちからしたらなんでそんなしょっちゅう行くの、ね、お墓はもう骨しかないのにとか思いながらねそう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 、そうするけど、ただその、なんだろう、まあお墓の前で、まあ親身の時は、ご飯食べたりとか、親戚集まったりとかいう、まあそういう文化習慣があるんだけど、こんだけあなたたちの子孫が繁栄してますよっていう証だからね、そうですね、なんだろう、そういう空間というか空気感が大切なんだろうなって感じで、うん、はするんですよね、うん、で、なんだろうな、
ご先祖様に何かすがるとかあんなのじゃなくて、うん、じゃなくて、まあ事実としてご先祖様がいるから僕らいるから、うん、というところで感謝の意味でね、うん、こうやるのかな、まあ、子供孫もこんなですよと、一門一族こうなってますよということかなと思うんですけどね、うん、報告会みたいなもんですか。報告会に近いです ね、 そうね、発表会みたいなね、発表会学芸会みたいなね、このウェファー夫人のおかげでなし繁盛しましたっていう形だから、うん、でそうやって集まることによって いとこだらはとこだらとか、たまにしか見ない人たちとも会えるというのも、まあ、それもね一つね、で沖縄では名字の下の名前の漢字一つが、うん、重要なところで、うん、僕も普天間の直っていうのがつくんですけど、うん、この直がつくのは宇治が何宇治でっていうことで、その宇治系列だったら内地にいようがどこにいようが、うん、親族がすぐ分かるという、うん、形になってるとか、うん、そういう何っていうかな、このつな、がりを分かるように分かるように分かるようにっていうことをずっと沖縄がいろんな、あ、そうか、やってるんだ、自分のルーツが分かるように分かるようにっていうつながりをずっとやってるわけですよね、うんうん、だから名前に一個名が必ずついてたりとか、まあ、行事ごとも、うん、それを絶やさないようにという意味かもしれないね、切れないようにっていうことかもしれないね。で、これ先週言ってなかったんですけど、先週言ってなかったんですけどね、うん、こう先祖だったら供養っていう話になりますね、はい、うん、はい、先祖供養、供養ってどうやって字書きますか、はい、共に養うですよね、養うですね、はい、供養の意味って何ですか。供養の意味、供養、先祖供養、なんかね、いつもなんか仏壇になんか並べて、あ、もう忘れない、その存在を忘れない、忘れない、うん、感謝、その存在を忘れないっていうことだから、だから行事行事があるっていうことは、そのルーツを忘れない、先祖のことを忘れない、人間は忘れる能力と思い出す能力をどっちも持ってるから、日常に流されて忘れてるけど、七尾七尾来たねとか、ね、祈願来たねとか、その来ることによって思い返す、だからうちのおばウムニ大好きだったわけ、だから町屋でウムニ見たらおばあしか思い出せない、あ、なるほど、 ありますね、あ、だから仏壇とかお墓で思い出すっていう手段でもあるけど、その人が好物だったものをお供えするとかっていうのは、やっぱりその人のこと、食べ物見るだけでも思い出す、ありますね、おじい、ハットゴはいつもかぶってたよねとか、ハンチングかぶってたよねとか、だから他の人がかぶっててもそれをおじいを思い出す、この常に思い出すっていうことが供養だから、まあ、来月がね、天さん実は小太郎さん命日で、はい、もう命日の時はね、一時、今はもうみんなこう相談しながら持ってくるんですけど、一時期ですね、泊まりのルジョンヌっていうパン屋さんがあって、はい、そこのメロンパン、うん、7月26日、うん、すぐなくなる、なぜかというとですね、まずうちの姉が買って、はい、でうちの子供たちがまた学校帰り買って、はいはい、で一人は仕事終わりながらメロンパン買って、気がついたらメロンパンだらけになった時があってですね、まあ小太郎さんが大好きだったというのがあって、まあ、そこからあんまりそれが続いたから、もうみんなで、で、あんたがちょっとメロンパン買って、自分たちはビール買ってくるからねとかっていうふうにやってるんですけど、それも一つ その何かを見たらっていうことですよね。でね、もう一つよくですね、うちもあるんですけど、まあ、昔から持ってるんですけど、日の勘がなしってあるじゃないですか、はい、だからよく県外の人からすると、日の勘、仏壇、何が何なのとか、でうち小木美静子さんも亡くなってから、まあ、よく静子さんは詳しい方だったんで、観音堂 の、 方に聞いても、こんなことは自分よりはお母さんに聞きなさいって言って観音堂の住職さんが聞きに来てるとかっていう、静子さんですね、いろんな人が海外からも聞きに来てるんですけど、まずは必ず何かにしても、まず日の勘からっていうふうに言われたんですね、はい、仏壇じゃなくて、例えばうさぎもんにしても、まず日の勘にやってから仏壇で、はい、だからその例えば分かりやすく言う違いとか、僕の解釈で分かりやすく言えば、パソコンも、窓口だと言ってるんですね、で いろんなところにパスワード入れればそこにつながるという場所で、だからまずどこどこに
あのウガウサギに行くよっていう時も、はい、まず日の館からそこのウガウサギる場所の方に、はい、自分たちの氏筋を述べ、うん、理由を述べ、何々をしに行きますからよろしくお願いしますってことを伝えるわけですよ、のが日の館、うん、だから 窓口だと思っているわけですよ、神界、神仏界への、うん、いろんな場所へ の、うん、窓口、だから僕内地に出張行く時は、あの家から出る前にまず立てて、うん、あのどこどこでお世話になります、何日から何日までお世話になりますと、そこの地一番の神様とか氏神様とかみんなに挨拶をしてから行くわけです、たら宿泊先でも安全だし、で宿泊先でもあのちゃんと自分がどこの誰でここに何をしに来たっていうことを言って、仕事終わるとお世話になりましたって言ってお礼して帰るわけです。で家着いたらまた線香立てて、無事沖縄帰ってきましたので、またご縁がありましたら、いい仕事をよろしくお願いしますって言って納めるわけです、でもこれ特別でも何でもなく、お友達が向こうにいるとしたら、今から行くからねって電話するでしょ、たらお世話になったねって、もう空港だから帰るからねって言って、で家着いたら無事沖縄着いたから、じゃあまたねって電話するじゃないですか。これと全く僕は感覚変わらないわけですね。だからよその土地、よその家屋敷に伺うわけだから、このたとえ祈りをしに行くでも、うがんを下げに行くでも、何するにでもよそ様に行くわけだから、そこからまずメールを出しておこうという意識なんです。まず一言だから引っ越しても最初に持っていくのがよく、あの日の館からしいから最初に引っ越しの時は持っていく、ですよね、日の館からですよね、それもあるけど日の館から、だから私もずっと、昔からこのアパートとかの時に必ず引っ越す時は、もちろんみそもそうなんですけど、日の館から先に持っていって引っ越ししましたからよろしくお願いします。で逆にじゃあ仏壇はっていう違いになってくると、仏壇は先祖とのつながりだから、だからあの仏間と、あの床の間は別になってるし、だからあれが敷居が入ってない状態だと、神仏と部屋がごっちゃになってるってまで言われるわけよね、なんか敷居入ってるだけで大丈夫よとか言ったり、だから日の館自体は基本ここは全ての見えない世界 の、あの窓口、だという僕はイメージで使ってます。多分その感覚の方が今の人たちに分かりやすいんじゃないですか。分かりやすい、単純に、単純にですよ、日の館は神様であって、そうそうそう、仏壇はご先祖様、仏様である、仏様ね、で割った一族割って仏壇になる、で今の神様の話だとね、さっきの出張の話とかもそうだけど、で広いのよね、広い範囲がね、意味広いね、仏壇はご先祖だから割った一族だもんね、仏様ね、っていう一応違いはっていうと、そういう違い、明確には違うのそこですよね、そう、もう単純じゃない、誰が言ってもそうだと思うし、で一応形がまあ仏壇と日の館ってなってて、で日の館は今度は地まあ、お家の中に日の館があって、あと部落の日の館、部落の日の館とかあって、そこから自宅へ、線を結ぶんだよね、線を結んでラインがつながってるって、そうラインがつながる、あのインターネットと同じで、そう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 、僕はインターネットって言ってるんだけど、インターネットと同じでインターネットの光ファイバーを電柱から引っ張ってきてでお家の壁をぶち、ね、やって、パソコンにつなぐじゃない、ルーターモデムつながってパソコンにつなぐ、はいはいね、でパソコンの端末が日の館みたいな感じで、そう端末です、端末、うん、であるでしょ、だけど繋がないと通らないんだよね、で繋ぐために地域、引っ越ししたら地域にの、まあ、ご挨拶行くとかさ、で繋ぐとかする、でどん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 広くなっていって、でこれはペシペシ階段の中で、ある、あるザオリクっていう女性がいるんだけど、こいつがまたもう不思議ちゃんで、呪文の名前なんだ。そう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 。まあいる、ニットクリエイターがいるんだけど、茶谷に住んでんだけどこいつもって、あのね、なんて言ってたかっていうと、日の館はインターネットよりも早いよ、地球の裏側まですぐ行くよとか言ってたよ。で日の館にお願いしたら何でも通るよって言ってた。本当に。なんかよく昔からなんか例えば。
いたのお家とか行った時、いろんな時に、例えばここはこういうふうにこういうふうにしなさい、こういうふうにやんなさいって言った時に、例えばそこに行けない時にはうちの母もよく言ったんですけど、とりあえずでも日の館から通すからって感じで、通しなさいってありますか、何かあった時も日の館からとにかく通すっていうのがあったりしますよね。だから本当に窓口だと、窓口ですね、端末、本当に端末で、ここでさ、だから明確に入れないといけない、あ、逆にですね、そうそう、あ、そっか、ここからっていう発信の元がわからないと、はい、どこどこのどこどこですってことですよね。住所言って、はいはい、あんた誰ね、名前言って、うじ、うじ素性っていう、うじ素性っていうやつね、私はこういうもんですよも言って、でどういう用事で、要件で、まあね、今あの日の館の話、ね、ちょっとここでさ、はい、一曲、はい、ちょっとあのまあ少しね、あのちょっとね、あのちょっとブレイクタイムしたいと思うんですけどね、はい、もう私はね、もう代々大好きで、もうこの方のね、大神田のね、声にも出ていただいたんですけどね、そうですね、今年の2月のこの方の曲をお届けしたいなと思うんで、はい、小山美佐子さんで、この曲ね、聴くと私ちょっとしょっちゅう車で聴くと泣いちゃうんですけどね、をお届けいたします、天かける橋、はい、はい、お聴きください。
歌もうね、あの小田美佐子さんはこの間のね関心座公演でもそうですけど、はい、なんかあの空間でみんななんかなんかすごいスピリチュアルの空間ってこの間もねおっしゃってた方が多くて、不思議な美佐子さん の, 声あの歌の力ってすごいですよね、これね、うん、あの美佐子さん の, あの声は、うん、あの音の研究所でも、あの、みたいですね、F の揺らぎの音の幅が異様に太いって言われてますよね、はいはい、美空ひばりさんより太いって、おー、うん、みこねね聞いてるかな今日もいつもね聞いていただいてるんですね、美佐子さんの、なんかでも本当にうん、たくさんね好きな歌私もあるんですけど、このね、うん、歌だけはね一人で車で聴くと、うん、もうあの涙が出てきて、だからミコネの曲耳に入るものと、はい、あの心に染み込んでくるものと、うん、はい、だからこの音のエネルギーはなかなかないんでね、うんうん、エネルギー感じますよね歌に、うん、すごいね声にというか、だから今年の一番最初のさ、うん、うちの番組っていうのは、うん、ゲストね、うん、あの小田美佐子さんで三振持ってきてくれてさ、本当にもうあの時絶対三振持ってる三振持ってるよ、うん、絶対やってくれるんだろうなと思って2曲やっていただいたんですね、本当にありがたい、ありがたいですよね、本当にもう考えたらね、いやね、まあ、あの先ほど今日はもう素敵ないろんなあの評価の話とか、ね、いろいろあったんですけどね、今ですね、うんうん、例えば多分あの普天間さんもそうですけど、いろんな方たちが、はい、あの相談に来たりとかっていうのはたくさんいらっしゃると思うんですけど、はい、あのまあ私もずっともちろんお仕事っていうのはずっと以前からもうずっとお仕事はずっと休むことなくやってきたんですけど、お仕事のことをまあ部屋さん部屋さんでその税理士さんっていうこともお仕事やってるし、いろんな形で例えばお仕事で悩んでる方うまくいかない、でもどういうふうにしたらうまくいくっていうのは多分みんなそういう抱えてる方いらっしゃると思うんですけど、あのそういう多分ご相談とかって普天間さんとかにもやっぱり多いですかね、仕事がうまくいくっていうのとはちょっとだいぶ違って、この仕事辞めたいって、もうそういうことの方が多いですね、これでやめたいっていう理由はやっぱり、自分の思い通りにならないからね、だけど、あの先週の話でも言ったように、はい、あの同じことが繰り返し来るっていうのは追試ですよっていう話をしたじゃないですか、しましたね、はい、その、そう追試がまた来てる、でまた同じ問題が起きてる、でその問題をクリアすると立つ鳥跡を濁さないんですよ、クリアしないでいくと、次の職場行ってもまた同じか 1.5 倍ぐらいのことが来るわけです、だからそれが瞬時に分かった瞬間には今の仕事辞めない方がいいよ、まだクリアしてないから、あ逆にクリアして辞めるんだったらまだ、いいよ、ね、全然いいけど、でこれがまた面白いことに今の意識の状態だったらあと1年半かかるねっていう職場だけど、もしあなたがこことこことここっていうのを本気で気がついたら、3ヶ月でも OK だねとかね、だからその人がはって気がついた時にもうここを卒業していいよっていうのとか出てくるし、だからあの会社を起こした意味があるわけですよ、で会社がうまくいかないっていうのは自分が持っていこうと思ってる自分の思考の方向と自分の心がこうやっていきたいという方向とねじれが出れば出るほど苦しいわけですよ、で、経営者と社長って違うっていう、先週おっしゃってましたよね、経営者と社長ちょっと違うよって、大きい会社で見たら分かるけど、社長っていうのは金脈と人脈とそれから発想力、これが社長の特権であって、だからある意味無責任なんですよと、で経営者っていうのはその下にいる人たちでその社長が言ったことに対する具現化、実行、で、維持発展するためのチームというか、能力だというか、でそういう形で説明していくと、あじゃあ自分は何をすればいいんだろうなっていうのが明確に分かってきて、小さい会社だから社長も経営者も自分でやらないといけないと、でそうなった時にコストのこと考えたら大胆な発想がもうできなくなる、だからその役割をきちんと分かって、
分けて考えるのか、今自分が社長として考えてるのか、経営者として考えてるのかっていう形をちょっと意識してみたらっていうことを言うだけ で、うん、やっぱりそれだけのことをやってる人は何か気づくとこっから変わってくるんですよ。これはあの平安さんは例えば実質的に、うん、まあそ の, あの、まあ、平安さんとしてですね、あのお仕事をねそれやってたんですか。全く同じで、はい、まあ税理事務所に勤務してるんですけど、はい、税金っていうと、はい、まあ法律で定めて あって公平にまあ負担すると、はい、国民がそれぞれ負担すると、はい、で税金はじゃあどうやって計算するのって言ったら儲けから計算すると、うん、儲かってたらたくさん負担しましょうねという話ですよね、はい、でそのじゃあ儲かるとか、はい、儲からないとかの話ですよね、はい、でよく儲けイコール利益とか言うんだけど、利益は売上から経費ね引いて差し引き引き算で利益って出すでしょ。あらりとか、ね、うん、利益ってまあ言うじゃない。じゃあ利益って何ですかの話はよくするんですよね、うん、でこれはちょっと僕年に1回、うん、おろ高校母校なんですけど、はい、まあ、5年間ぐらいやってるかな、進路の動機づけという意味で、はい、子どもたち2時間ぐらい授業するんですけど、うん、その中で、まあ、僕は会計バタ出身の OB ですよっていう前提で行くので、うん、商業系のクラスに、はいはいはい、でそうすると利益の話をします、はい、で利益はっていう話で言うと、うん、まあ、学校で習った差し引きのことを言うのよね、うん、利益って何ですかと、はいはい、言うとそうです、うん、じゃあ、利益って字で書いてみたら、うん、利益の利と益でしょ、うん、でこれは仏教用語で利益って読むんだよね、うん、要はご利益ありますようにの利益ね、はい、初詣行くでしょ、うん、ね、賽銭投げて、うん、お願い事か分からんけど、うん、本当は感謝なんだけどね、あれはお願いはないんだけど、お願いはないんだけど報告とかだから、そうそう、っていうことだったら利益っていうのはありがとうの対価でしょうという話、うん、でこの儲けっていうのは、うん、本当に感謝の意味で儲かってる儲けね、うん、それとも一発で、うん、一発野郎で何かやって儲かったものなのか、うん、どっちねっていうことを考えてみましょうっていうような、うん、まあ、こういうことを念頭に置いてお客さんと接していくんですよね、うんうん、でどっちもいますよ、うん、で息長く続くのはやっぱり感謝ありがとうの対価よね、うん、でさっきのまた経営の話やっていくと、うんうん、経営の経営も、うん、経済の経って書いて、うん、A は営むでしょ、うん、で経営って何ねという話、うん、経済の経とか、うん、お経の経とか言うんだけど、はい、これをね、まあ、辞典とか見たらいろいろ書いてあるよ、うん、書いてあるけどざっくり言うと人としてみたいなことだわけ、うん、人として営みましょうでしょ、うん、人として歩いて行こうぜと、うん、ずれないように行こうぜみたいなのが経営、うん、というのですでっせみたいな話をまた学生でするんだよね、うんうんうん、で子供たちあなた方は将来どういうことでやりたいですかと、うん、経営は学校旧経営、このクラスの経営という言い方を、うん、先生方はまたしたりとか、うん、家族経営とかね、うん、家族経営って同族会社の意味じゃなくて、うん、その自分なんかお家のね、うん、家族としての営み、そうそうそう、営みね、うん、でもあるし、もっと招待になったら平安信彦さんをどう経営するかみたいな話になるじゃない、うん、自己管理とかね、そう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 、でそれをやっていこうぜっていう話はまあします。だから全てが今テムさん話、ね、されてたようなことと全部あんまりそう変わらないんだよね、そう変わらない、みんな同じ、だからひいてはそれでまあ儲かったら税金が出て納税みたいになって国庫が潤っていくっていうことに、なるよねっていう一応理屈はね、話していく。でもう一つは会計、はい、どういうふうに置き換えるかっていう数字で置き換えるでしょ、うん、すると貨幣に換算して置き換えるんだよね、はい、でお金は何ねって、お金儲けしてとかあるじゃない、うん、でお金は何のためにあるって、お金貯めるためにとか、うん、いろんな表現するよ、うん、子供たちは、うん、するんだけど、まあ、最終的には僕が言うのはお金は使うためにあるんだぜと、うん、お金は貯めるためじゃない、使うためだよっていう話はする、うん、でもともとよく考えてみたらお金紙のお金とかさ、うん、ああいうものはなく海の幸山の幸をブツブツ交換だったぞ、うん、はい、
で、物々交換していくんだけど、あのどんだけ価値があるかわからないし、うん、なんか物持っていったら腐れるしさ、うん、だからじゃあこれの代わりになるものなんですかっていうことで石のお金とかさ、うん、出てきたわけ、うん、だからお金っていうのは流通させるためにあるちょっとした道具よね、うん、だから通貨っていうだろうと、うん、流通させるために流通させて初めて、こいつらは生きてくるんだぜと、動かしてってこと、動かして、だ溜めちゃダメよと、水も川が流れてるから綺麗な水で、淀む水っていうのはここに水たまり見たらね、淀んでいくでしょ、流れがあるから綺麗なんだよという話とかさ、一応していく。ただだけど無駄遣いはダメよって言うからちゃんと計画持って使っていこうぜというような話をね、よく、うん、ね、金は天下の回り物って言うけど、うん、回ってこないさとかっていう人たちもいるわけですよ、はいはい、よくそういうね、聞いてくる、聞こえてくるじゃないですか、うんうん、はい、どっから回ってくるのよくね、これはもう説明はもうしないんだけど、実感として、はい、僕の周りにお客さん、大きい会社、ちっちゃい会社、いろいろあるよ、はい、ある、うん、で、不思議なことにお金は使われるところに寄ってくる、大きいお金寄ってくる、本当に、本当にもうこれね、紛れもない事実で、僕目の前でもうたくさん見てるからさ、これ実際だわけで、お金の使い方が上手な人に、無駄遣いじゃないよ、ちゃんと使う、生かした、うん、金の使い方ね、ね、ところにちゃんとお金は寄ってくるし、お金は使われるためにあるから、そういうところに寄ってくる、寄ってくる、で、まあ、下手っぴーなところに、下手っぴーな、能力の人にはあんまり寄ってこないよね、寄ってこない。だからなんで下手っぴーなのと、そこいうのは自分で自問自答しないとダメだよね、で、まあ人経営だから、その経営、今のスタイルがなんか違うんだろうなっていうことはもう紛れもない事実さ、なるほど、何かを変えないといけないんだよね、なんか同じことしてたら同じ結果だ、そう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 、あ、そういうことだ、そうそうそう、だから一個だけ違うことやってみたら、やってみたらいいっていう、それがまた経営っていう、そうそうそう、同じなの、何かね、刺激は、同じだったら同じ、ちょっと外に出たらちょっと刺激が変わるから、流れが変わるから、だからそれを、まあ、自分でそういう工夫してやっていくのが 上手な人が多分いい、すごい経営者とか言われるんです、自分で試していくしかないってことですか、じゃあこうやったらお金入ってくるとか、だから今流れが止まってるなって感じるのか、感じるか、感じるのか、止まってることすら気づかないのかで経営者大きく変わる、変わる、変わる、はいはいはい、やっぱりテクニック的にやろうやろうとする人もいっぱいいる、でテクニックは大事よ、大事だけどもっと、根っこにあるものというか、で一番さ、これが上手なのが、保育園生とか幼稚園生だわけ、もうこアロワラバーターは、考える脳みそも育ってないし、ちっちゃいからね、2、3歳、4、5歳とか、もうウルトラマンのテレビ見たら本人もウルトラマンになったつもりでいるからさ、こっちから飛べると思ってから通って飛ぶからさ、で話しても、もう本人ウルトラマンになってるから、だから本能のままに、つまり素朴に正直にやってるだけなんだよね、だからジャッジじゃなく、チョイスしてるってことなんだ、そうそう、だから大人になればなるほど情報も入ってくるから、っていうことだね、入ってくるから、でジャッジしてしまう、そうそう、そういう、さっきね六感の話出てきてたけど、わらばあたみんな六感覚でしか生きてないから、だから直感でしか生きてないから、だからそんな直感力俺ないやつさっていうのじゃなくて、本当は昔々幼い頃にみんなあったわけ、だから使ってないだけだ、使ってないだけ、できないやつさじゃなくてみんなできてたわけ、だからその頃に戻ればいいだけじゃないのっていう、思い出せばいいだけじゃないのっていうことはよく言う、で一緒にそれを考えてみたりとか、だからなんか取引するって言ってこの人の名刺をピッて見た瞬間に、あ、この人変そう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 、これが大事だわ、そう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 、名刺見た瞬間に、なんかありますよね、何回もらっても、私が悪いのか覚えきれない人もいれば、一回だけこう残念前にあっても覚えてる人もいますね、うん、だから
本来僕あのあ、ワークで、うん、ワークでこの名刺使ったワークとかもやるんだけど、実は昔の日本人、頑張ってる頃の日本人って名刺をちゃんと両手で持って渡すっていうことしてたでしょ、うん、この名刺にその人のエネルギーが転写するから、うん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 、だから本気な人の名刺は熱い、持つだけで熱いし、これ私8年前に言われた、いろんなものがあるんですよ。だけど本当に適当な人の名刺ってスカスカなんですよ、軽いんですよ、うんうん、名刺1枚でも分かるんだ。名刺1枚にその人のエネルギー転写されてるから、思いが転写されてるから、エネルギーというよりもこの仕事に対する思いとか熱意、うん、思い、この本気な人の名刺は本当に重みもあるし厚みもあるし、うんうん、だからそういうところのやってる人のところはやっぱ変わっていくんですよ。だけど言ったようにテクニック大事だけど、うん、小手先になっちゃう。そうそうそう、小手先になってて、言葉もいい言葉使ってるけど全く心入ってないから響かないし、で下手、言葉下手くそでも思いのある人のものは聞いてみようかとか、相手もなってくる。だから結局は人のつながりなんですよ、あの、まあ、さっきね、部屋さん言ってた、その、お金のこの貯める使うって話になった時に、以前にもうだいぶ前ですけど、私もいろんなちょっと環境的に、まあ子供がいながらいろいろねちょっと大変な時期もあったんですけど、大変な時期あった時にまあ仕事をしてオンとオフっていうのはすごい私切り替えるんですよ、めちゃくちゃ。でそれがあって、まあかなりハードの中の営業だったんですけど、そのオフになった時はみんな部下たちが分かるのは全然顔から違うと、まあ、課長職までやって100人ぐらいいましたけど、オフの時には完全にもう例えばお電話の仕事だったんですけど、電話を取らないとかねでも映画好きなんで、もう映画を見に行く、でちょっと時間があったらちょっとなんかお芝居見に行く、映画見に行く、で一応まあ、周りの親戚とか、親戚とか身内とかもね、たまにはお家いなさいとかってあんたこんな無駄な、無駄なって言うんだけど、変なことですけど、例えば3000円しか持ってなくても映画行っちゃうんですよ、子供も一緒にね、映画見に行って楽しいんですよ、で翌日仕事するとその時にまたお客さんからボーってパッ注文来たりっていう、結構私あって、だからオンとオフっていうのが多分大変になればなるほど結構自分は切り替えを今までしてきた部分があって、今言ったその使う、貯めるっていう、それのそのバランスっていうのが多分なんかそこになんかヒントじゃないけどあるのかなって、まあ姉から言ったらもったいないとかちょっと言われまた映画見に行くのとか言ったんだけど、いや行きたいのにみたいな感じで、そのこれやっぱり人それぞれ、の、やり方が違うはずなので、自分なりのでしか自分に合うのは自分なりしかないわけ。そうですね、本当のね、テクニック的に人と同じようなことをやったらその人と同じようにいい感じにできますか、できんわけ、まあ参考にしたらいいと思うけど、参考にしながら自分のオリジナルメニューをちゃんと作らんとさ、で作るんだけど、これもまた時期によって移り変わっていくから、これが一生同じようにできるかってできないから、移り変わるところ、だから停滞するんじゃなくて、そこからも自分で作ったオリジナリティからもまた卒業する、卒業する、でまた新しいのに入学していく、って言って進んでいく、って言って80歳なぐらいになってもう人生終わるみたいなでも福山さん自身は変なことですけど、オンオフっていうよくみんないっぱい使うじゃないですか、オンオフのやっぱよく切り替えがうまくいかないからなんか体調悪くなったとか、なんか、このまあものってそれぞれさっき言った違うと思うんですけど、その辺のなんかアドバイスっていうの、僕はまあ本当呼ばれて、F 先生っていう形で F 先生、呼ばれてますけど、携帯に設定ってあるでしょ、それと全く同じ感覚で、羽田空港着いて、まだ普天間直広のまんまなんですよ、で京急乗って品川駅着いて、まだ天間直弘のビビリの部分とかいろいろ出てくるわけですよ、ところが降りて荷物持ってエスカレーター登ってJR 側ってまあ反対側に高架渡っていくんですけど、そこのどこで切り替わるって
ていう設定を自分の中でも一回入れたんですよ、うん、だからそこ通過するだけで F 先生に変わるんですよ、うんうん、はいはい、うん、だからもう自分でドアを開けたらなるとか、もう設定を決めるとどんな環境だろうかどこでも、うんうん、自分で設定入れたから、うん、で設定入れたものは意識もしないじゃないですか、はい、だから携帯の設定と全く同じような使い方を僕はしてますね、うんうん、そしたらカラッて変わる、ドア開けたらとか車に乗ったらとか、うんうん、自分でいろんな細かい設定入れてるわけですよ、はい、多分これができるのは、うん、あの人間はできる、うん、幽霊はできないそう肉体持ってるからできる、肉体持ってるからできる、あのそういう道具とか、うん、知恵とか、うん、ツールというもの、ツールその、うん、何そのゲートを通過するのは、うん、人間歩けるからできるだからね、翔子さんが、はい、このオンオフはっていうのも、はい、人間だからできるわけよ、よかった人間で、そで、うん、その時を何してるかって言ったらご自愛してるんですよ、うん、自分のことを愛してるわけです、うん、で自分のことを愛するっていうのは、うん、何の役も演じない自分っていうのが、うん、いる瞬間なんですよ、うん、まあ、あの例えばお芝居で言ったら、うん、あのまず、ね、一つの役があって、うん、化粧し始めますよね、うん、そのメイクによって自分になっていくじゃないですか、うん、でそれが演じて終わってから今度また化粧落とします、ね、うん、そうするとあの一人の役者じゃない一人に戻るっていうような形ですよね、うん、でそうするとご自愛ができる人は素の自分に戻ったら次お母さんの台本持って出ることもできるし、うん、仕事の台本を持って出ることもできるし、うん、だけど台本持ったまんまでは切り替えできないんですよ、うんうん、一旦素の自分に戻ることができた人間は台本がいくつあっても一旦持っておいて、そう、要は3つも4つも持ってしまうと、そう、持ってはできないんですよ、うん、だから一旦素に戻る、だからお一人様の時が本当その時が瞬間が一番多いんです、だからあの普天間さんが以前にそのまあ何年か前でしたっけ、あの私こういうことでこう頼まれたんだけどこうやったことないんだけど普天間さんって言ったことがあって、はい、ちょうどあの野球チームのね、はいはい、あの司会のあれで、はい、野球のことも分からないし、はい、全く分からないし、でもこういう話が来たと言った時に、はい、逆にあの、ね、まあ、おっしゃったのが試されることっていうのが一番いいってことですよね、そう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 、だから野球の話のところに持ってかれて、うん、野球を知らない人が持ってかれるっていうことはすんごいいいことで、うん、野球知ってる人は知ってる分見えない部分がいっぱいあるわけですよ、うん、はい、うん、なんで打ったらファーストに行くのっていう質問ができる人なんですよ、うん、何人だったから始まりましたよね、そう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 、うん、だから当たり前のところを当たり前じゃないっていうところを入れるっていうことができるっていうことだから受けた方がいい、うんうん、おっしゃってましたよね、うん、一応こういうお仕事あるんだけども、うん、野球のこともわからないし、うん、まあ、そのチームのことの名前は知ってるんだけど、うん、このバリーブセリーブとか何がどうなのっていうのもわからないし、うん、でも逆にそれっていうのはいいことだよっておっしゃって、知らない前提で質問できるから、うん、うん、知ってる人は、うん、こんなの聞くって思うけど、うん、知らない人からしたら聞けない、知りたい、知りたい、知りたいこと、今さら聞けないことみたいな、うん、なのいっぱいあるわけですよ、まあね、もう、もう2週ね、はい、でもさっき言ってね、もう、気がついたらね、もうあとね、4分ぐらいなんですけど、ね、最後に平安さんからも、普天間さん一人一人ですね、はい、まあ、お仕事のことでも何でもいいんですけど、多分いろんな形でお仕事の悩み、あとは例えば、精神的な悩み、いろんな方抱えてる方いらっしゃると思うんですけど、なんか一言、うん、なんかエールなり何かコメントがあれば、平安さんから、はい、お願いいたします。まあ、さっきも言ったんですけど、はい、多分、まあ、僕の持論なんですけど、多分おそらく幼少の頃に戻ったら多分解決できるはず、うん、あの頃の気持ちに戻ったら大丈夫です、うん、ある程度も大丈夫、うん、本当に大丈夫じゃない場合は、うん、もう普天間さんにお願いしてまずは大切なのは、うん、はい、自分で自己解決することができるようになるのが大切なこと、うんうんうん、人に あれよね、病院に病気したら行くじゃない、うん、
病気しないように自己管理することが大切なことよね、ね、だから、自分で大きい病気になる前に自己管理していくみたいに、自分で自助努力できることが大切、もう何大変なことになったら普天間さんに普天間さんに全部普天間さん、まあ、普天間さんからもう最後ね、なりましたけど、はい、なんか一言お願いします。ですね、はい、あの短いんですけれど、はい、昼夜中まれる役と、あちゃからチャースが、いう言葉なんです。今日は今日までです、だからいろんなことがあってもバックはできない、戻すことは、だからそれをすべて認めて、明日から今日と同じでもいいよ、変えてもいいよ、あがいてもいいよ、苦しんでもいいよ、それは明日からはあなたが作るもんだから、だから昼夜中生まれるよと、あちゃからチャンスが、中というのもんやってんしもんろ、経験しもんろ、経験しもんろ。でもなんかいっぱいね、勉強になって、まあそのちょっと具体的なね、経済のことに関してはね、ちょっとあの部屋さんに相談して ねあとあのメンテナンスの部分は普天間さんに相談してね、お願いして。いやでもあの本当になんかそういううまくいってる人いかない人、よく本とかにもいっぱいあるじゃないですか、あのでも見てるとなんとなくその違いは難しくなくシンプルに、ただ、うまくいってないんじゃないの、うまくいかない方向に自分で選んで進んでるだけだから、どこで気がつくかだけだから、だから全部言えばみんな自分たちの周りで起こってることは、実は予定通りの、誰も悪くなろうと思って選択してる人はいないわけ、そういうことですよ、自分で選んでるってことですよね、そうそう、その時その時ベストを選んでるわけ、自分でその瞬間のベストを選んでる、例えばその時に情報が足りなかったかもしれない、明日になったら考えが変わるかもしれない、だけどその時はそれのベストを必ず選んでるから、また帰ればいいんだ、だから今の状態っていうのは実は選びに選び抜いた最高潮の位置にいるのが今どんな状況だろう、っていうことですよね、自分で選んでるから、選んでるから、だから明日選ぶのも自分で選ぼうってことだから、前に進むのも選べるし、行かないも選べるし、右行くか左行くかバックするか、全部選べる、だからこの直感六感使って選んだときはあまり外れがないよ、これが実際ジャッジしてるとき、考え込んでるときほど待ちぶって待ちぶってだからウルトラマンになるわけさでも3分しか持てないよまあね、ということでもうまだね時間いっぱいになりましたけどね、あのもし普天間さんとかね、はい、ちょっとあのもう一回いろんな質問したい場合はね、あのメールでね、そうですね、またこちらの方に問い合わせていただくか、あとね本の方もね、第6巻もね、もうアマゾンの方でも買えるんですよね、買えます、ぜひ手に取っていただければと思いますのでね、もうあっという間にね、もう2週続いてね、もう普天間さんもありがとうございました。はい、ではまたね、来週はまたこちらのサテライトからお届けしたいと思います。はい、今日どうもありがとうございました。はい、ありがとう。またねー。またねー。体突き刺すような痛い経験も